こんばんは。こんばんは。はい、ということでいつもと違う価格でお送りしてるんですけども、今日はアポちゃんの新居に突撃しまーす。カッパはね、何回か来たことあるんだっけ。はい、もう結構来てる。結構来てる、ね、はいはい。いつ引っ越したの。結構前よ。めっちゃ前だよね。前の彼氏さんとかといろいろあって多分それで引っ越してもう1年ぐらい経ってて、多分個人チャンネルとかで出てると思うんですけど、このチャンネルで突撃したことまだなかったなと思って、初めてアポンチに潜入したいと思います。自分家めっちゃ近いのよ。なのに今日初めて来ました。いやいや、そういうことじゃなくてタイミングがなさすぎて、皆さんが初めて見るのと言ってて、私も今日初めて見るのですごい楽しみということで、早速行きたいと思います。なんかさ、今日めっちゃいい匂いするんだけどさ、お色気のとこ行くときにいっぱい香水振りまいたまま洗濯してない服。え、めっちゃいい匂い。これが本気。これは多分落ちるわ。そう、普段はちょっとやっぱ臭い生乾きとか、お風呂入ってないとかだけど、あの話も早速突撃しまーす。いや、はいっていう感じで突撃風にやってますけど、実は今日もちゃんと行きますって言ってありますから、しっかり掃除もしてるんでしょうね。早く開けてね。開いてるわ、鍵。やらせです。こんにちは。皆さんには多分見えてないんですけど、私にはびっくりするものが見えてる。それは後ほど。はい、久々。確かに半月ぶりに会ってる。4週間ぶり。うん。早速お願いします、ご紹介。すごい玄関ですね。はい、玄関です、ね。てか、シューズクローゼットでかくね。汚いよね。あ、でも綺麗。え、いいじゃん。ちゃんと整理整頓されてる。かわいい、このアグ。なんかさ、アグの靴めっちゃ買った。今年の新作買ったの、3個。3個も買ったの。好きすぎだろ。こいつアグとなんかあるよ。え、寝たのまた。え、まだ約束だったじゃん。いい加減にしなよ。大迷惑。後ろ見てもらったら分かるんですけど、多分イライラして卵投げつけちゃったよ、みたいな感じですかね。これも棚。すごくない？棚広いの。わ、すごい。わぁ、すごい、ダイエット検定みたいな。何の検定を取ろうとしてんの？登録販売者の合格テキスト。あ、すごいな。どういうこと？何を目指してんの？私たちとちょっと違う授業始めようと思ってるんですけど。確かに、難しいよね。近いおすすめはこれ、救急車ボックス。かわいくない？怪我した時に。あ、すごい。これシーンで買った。そろそろシーンのアンバサダーとかやった方がいい。それな。あと勇気の匂いとか。あ、これ私も置いてます、ドンキのやつ。めっちゃいい匂いじゃない。あ、これいい匂いなんだ。あ、かわいいの匂い。うん、する。あ、いい匂い。これさ、最近さ、いろんなサロン。匂い知ってんだろ。こういう匂いで。これゴミ箱なの。ゴミ箱。え、すごい。めっちゃよくない？いいね。なんかいるけど、どうする？まだ触れない？まだいい？OK、OK、OK。あ、いい感じです。あの、ブランドトイレ、なんもないです。イェーイ。ノーブランド。リングでーす。お邪魔しまーす。あ、いいじゃん、いいじゃん。めっちゃいい。なんか、すごい、本当に一人で住んでいるのかなという感じはします。住んでます。結構、天井が低いから、狭く見えるのが難点。そう。いや、広いよ。テレビがでかすぎんじゃない？これ何インチ？6、7、6。でっか。なんか、ワンちゃんでも。ちょっと家っぽくてお気に入りだから。愛、これも愛だから。愛やね。うん、愛。お願いします。お願いします。綺麗。もう生活感があっていいよね、めっちゃ。確かに。本当に一人で住んでるのかなって本当に気になる。あ、2回目ね。うん。あ、いいじゃない。綺麗綺麗。あ、そうなの。あ、でも生活感。もうすごいガッツリ映ってる。大丈夫かな。こちら冷蔵庫ですね。ここ重要です。見て、ここ。あ、これ私たちがいます。クリスマス。めちゃくちゃライリーすごい。推しライリー推しなの。ライリー推しかも。これ作れるやつだよね。ファンの子にもらって。ここまでくれるのすごいよね。あ、でもさ、うちらもこれ作ったんだよ、韓国で。えー、そんなの作れるとか。そうそう、美味しそうなおやつが。これスボックス。おやつある。これワンちゃんちゃん。スボックスですね。これこれ見て。はい。もうね、ユーピが止まると思ってね。どうしたの。え、何？わざわざ買ってくれたってこと？それは違う。あ、すごい。え、結構これ見ていいの？え、また帰るとかいらないよね。え、結構これならガチで帰らないかも。これさ、見ながらテレビでできんの？そうだ、寝落ちできる。最高じゃない？え、てか待って、これ欲しいんだけど。え、誰やった？やめてよ。ねえ、誰？ちょっと二人で寝てみて。リリーと青いです。それはないよ。あの展開はないよ。リリーはどう思うの？刑事なんて出てきてない。首しんどそうだよ、大丈夫。お邪魔します。お邪魔します。これ何なの？それは足置きだの。足置き？こっち足なの？いや、こっち頭なの。間違えた。こっち頭？枕ってことですか？あ、ごめん、枕カバー洗ってて今裸っていう。え、これは何なの？足置きなの？これは頭のやつだね。何を言ってるの、さっきから。何言ってんの。ベッドルーム来た瞬間動揺してる。あれ
大丈夫？まだもう一個部屋あるよ。え、そうなの？あ、そう、もう一個だけある。あのさ、ここいじって可愛くない？めっちゃ可愛い、これ。この部屋ね、うち初めてじゃないじゃん、この家。はいはいはい。立ち入り禁止なの。え、立ち入り禁止なの？うちもダメなの。別にさ、うちらの中だったらさ、ただこれ着替えるとこなんだけどさ、うん、開けっぱとかでもいいじゃん。それはそう。絶対閉めて開けて入る。もうこういう感じね。そういう感じ。ああ、すごい。じゃあマンション広っ、広くね、衣装部屋すごい。あ、これが寝室とつながる扉みたいな。これはクローゼットだよ、普通の。あ、これベッドルームとつながってるんじゃないんだ。収納めっちゃ多いね。いいね。コスメとかもあって、かわいい。女の子の憧れじゃん、こんなの。あかんの。昨晩ここ綺麗にしたの見て。頑張ったくない？ああ、頑張って整理して、ね、ちゃんともっと PR していいんだよ、自分の家。もっと見せたいとこ見せな。もっと見せたいとこ見せなよ。いいんだよね、どうしよう。あ、あとここ綺麗にしたいみたいな。ルームツアーありがとうございました。いつ引っ越したここに？12月、去年。じゃあまだ1年経ってはないか、うん、皆さん、あの最初から見てもらったお分かりの通り、謎の未確認物体生物がいると思うんですけども、こちらが隠し号を実は隠していたということで、今日その隠し号をみんなに晒し上げるんですよね。はい、そうですね、はい、ちょっとおいで。あー、かわいい。犬種がポメプーで、つくねくんで、イエーイ。つくくんだね。ジュキヤさんがつくねちゃんを飼ったじゃないですか。その3日前に名前を提出したんですよ。これうちはびっくりしたよね。ね、やばかったね。ジュキヤもさ、新しいワンちゃん飼いましたってさ出してて、うん、でアポの犬もさ、つくねって知ってたから、もう検証名前も一緒やみたいな。まあでもいっぱいいますからね、やっぱワンちゃんは。そうそう。ジュキヤさん、どうもよろしくお願いしますね。めちゃくちゃ人懐っこいから。だよね、思った。噛まないし、吠えないし。ちゃんとしつけはもうできたんだ、アポでも。そう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 。絶対できないと思ってた、自分。でも頑張ってたの。最初の方、マジめっちゃ苦戦してたけど、聞いたことない声で、ゼーめっちゃ頑張ったもんね。そう。なんかさ、めっちゃ面白かったのが、リリが夜中とかかな、まだツクを公表してない時にインスタライブしてて、でもずっとなんかここら辺で、ヒーヒーって言ってるの、ツクが。でもリリはまだみんなに言ってないから、ずっと、あ、ちょっとちょっととか言って、コメント欄はざわついてるの。それはそうでしょ。無理あるって言って。めっちゃ面白い。ごまかしてみたけど。皆さんにお知らせ結構遅くなった理由。ワンちゃんって本当に大変なのね。つーちゃんが家に来た時は、1週間ずっと家にいたりで、正直自分にも余裕がなかったの、最初。だし、つくが家に慣れてなかったから、もうちょっとお互いがね、安心、安定してから報告しようかなと思って。この子もうちょっとで1歳。早くね。つくちゃん。でも耳が。かわいい、うん、かわいい。つくちゃん。うん、気になるね。つくのね、芸があるから見せたいの。高速、お手を代わり。つく、押さえるわ。押さえる。あー上手。親バカです。親バカ発動タイム。お座りしただけ。それではいきます。お手、お代わり。お手、お代わり。よし。あいや。お手、お代わり。あいー。かなり、つく。ってな感じです。かわいい。よろしくね、これから。ゆうぴって言うよーん。私がボスなんだからね。あなたも、これからよろしくね。痛い！はい、てなわけで、アポンチに初めて潜入してみましたー。結構アポはお家いる時間多いよね。お家にしかいないね。アポが個人でなんか演奏してるときは全然私もお家近いし面倒見てあげるよって感じで。怖いかも、一日だけでも。なんで？し、まあね、多分謎の人影みたいなのも感じますから、この家だと。いやだよ。そういう方も面倒見てくれるんじゃないかと思ってますし、まあ、面倒見てくれる方多いですけど。あれ？しかも複数なの。何で男の子来てるの？あんた全部知ってるんでしょ、ラスイッチでやってることを教えなさい。お家どうでした？なんか結構あっさりだったけど。でも一番生活してて楽しい家で。嘘、立地がいいだよ、ここ。あ、確かに。場所は言えないけど。あー、お前言うな言うな。
前との家賃の差は私も言ったんですけど、うち2倍って言った。私も2倍だ。ちょうど2倍、やっぱり頑張れる。わかる。そうそう、モチベだから。なんかウエちゃんとも対面させてみたいな。そう、え、そう、それしたいの。まださ、会ってないからさ対面してほしいよ。でも月が襲いかかる。でもさ、ウエちゃんも強いじゃん、めっちゃ。確かに、あの女もきついですから。ウエちゃんちょっとでかいもんね、ずっとより。今日はね、こちらのお家にお泊まりさせていただきたいと思っているので、私たち素敵な夜を過ごしたいと思います。ということで皆さん、またね、バイバイ。どんな顔で見てるのよ、あんた。バイバイ。